今日はですね、これです。買いました、これ。コーヒー頼む。なんかわかる、コーヒーはちょっとのかい、ね、はい、じゃあ開けていきます。およいしょ、おしょよ、コーヒーメーカー、こうじゃんじゃじゃーん、どうですか、だいたいまっすぐちゃいます。大体まっすぐですよね。よし、いいんじゃないでしょうか。まずこの水容器を洗うということですね。洗う、これ活性炭フィルター、こっちこっち、はい、水が入る水容器をすすいだ。これも洗うとガラス容器蓋。ソフトストレートミネラルフィルターって書いてる、これ。これも洗っていくと。いうことで、お間違いないでしょうか。よし。ほんで、これとこれと洗って、ほんで、なるほど。これバスケットの蓋を普通に洗って、これバスケットの蓋です、バスケットの蓋で、これが液漏れ防止面、何やったっけ、液漏れ防止面を押し上げたままで 2,3 回振ると、でこれ洗うということなので、でもちろん液漏れ防止弁なので、押さなければ液が漏れるんかなと思ったら漏れない。あら、どういうこと、液漏れ防止弁、押しても押さなくても漏れんやん。よし、入って、よし、入った。で、これがバスケットの蓋って、どっちやったかね、これ。これでいいかな。ホットコーヒー5まで水を入れて、セットするってことなんで、まあ、この浄水器の水を入れましょう。およで、ここまで入れて、ほんでこのセットん？こうか、こうやんな。おお、挟まった。キッチンペーパー挟まった。で、しばらくするとガラス容器に湯がたまります。約10分後にピー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 となり保温になります。保温取り消しを押して切り湯を捨てる。3、4を1、2回繰り返す。ご使用前に。流し運転的なやつ？カタカタ音がしだした。あ、なった。なるほど。これを2回繰り返すんやね。よし。ではこれで、なったらどうするんやったっけ？なったら、
本当に化粧をして、本当に化粧をして、よ、捨てる。これ捨てる。よし。もう一回、一、二回繰り返すやから、これを。もう一回やな。ほんで、ちょっとまた10分ということなんで、ちょっとしばらくお待ちをください。ペーパーフィルター、このマスクみたいなやつ。ペーパーフィルターをセットして、ペーパーフィルター、折り方があるそうです。それをちょっとやってみましょう。下を凍る。横を凍る。そして、広げる。合ってる？ほんで、これを取って、ここへ入れるんか。あ、これがこう、あ、そうか。ちょうどこう、はさかるようになっとるんですね。折ったら。こういう感じです。コーヒーサブスクリプション、坂口健二くんのコーヒーですね。これを、おおむねいっぱいでしょうか。ちょっとこれを入れていきます。で、はい。それでは、これを閉じてですね、あとは、このコースで、豆じゃない、粉。なんで？これがついてないっすね。最悪でした。はい。お話になりません。はい。これで、粉。おいった。あ、開始したかな？さあ、これで出来上がりを待ちましょう。お、なった。よし。はい、では出来上がりのコーヒーを注いでいきます。よいしょ。あ、すごい。これでだいたい一杯ぐらい入れすぎ。コーヒーに、はい。で、台湾カステラとばあちゃんの羊羹、うわ。ということで、はい、ティータイムいきます。さあ、飲んでみましょうかね。どうでしょう。あ、香りが際立ってるような気がする。なんかもっと入れやなあかんのかな、粉が少ないかな、なんか薄いような感じがするぞ。ばあちゃんの羊羹、まずちょっと食べてみましょう。台湾カステラの破片がついきましたが、うん、この控えめな甘さにこのちょっとした塩加減がうまい。すごい、やっぱりこのコーヒー自体がすごいクリアな感じがする。香りめっちゃいいんですけど、うまい。はい、よし、美味しくコーヒータイムをいただきました。まあとりあえずコーヒーメーカーの使い方が分かったということで、ちょっとこれからはこれでしっかりコーヒーを入れていきます。はい、なんとか置ける。はい、じゃあこれでやっていきます。ではでは、コーヒーメーカー購入してコーヒー入れたんですけど、なんかせっかく入れたのに味が薄いんちゃうかなって思って、この映ってるかな、ここのあのシールなんですけど、ホットコーヒーやったら、例えばカップ5杯やったらリッチマイルド5杯って書いてるから、あのスプーン5杯入れなあかんのですかね。 2.5 やから多分 3弱ぐらいやったんですけど、多分1杯しか入れなかったんか、だから薄いんかなと。ということなんで、この最大量のこのカップ5っていうホットコーヒー5杯分っていうのをちょっと今日入れてみます。
これでほぼ5入れました。ちょっとこれ拭こう。5杯です。はい、これでですね、一応コースを選択でいきました。リッチでいきますね。で、粉できた。おー、いい匂い、プンプンしよう。そうやろ、うん、ばあちゃんの予感ですね。これでいきます。あ、ばあちゃん飲んでしまってる。おいしい、おいしい。違う、どう、おばあちゃんの砂糖が落ちる。あ、ブラックやからね、うん、ではちょっと飲んでみます。いい匂い、ね、匂いが、香りがすごい。香りがいい。あ、しっかり、ね、違うね。ああ、全然この苦味と風味が全然違う。このあのコーヒーメーカー使ったら苦味が全然違う。いや、あの茶こしはあの、あ、うん、紅茶じゃないといかんね。あの口に入れた時の苦味とずーっと口に残る苦味が、味わいが全然変わった。すげえ美味しい。全然違う。プーンといい匂いがしたっけ、入ってきたの。やっぱタイミング合いがね、いつもじいちゃんと違って。あ、うまい。匂いに誘われて入ってきた、ね、今からあのご飯作らんって感じで、昼ご飯前にこんなん食べてます。いや、この苦味がすごい。よかったね、うん、全然コーヒーの味が変わった。味わいが、香りが、お茶さんが、ごちそうさまでした。いや、まあ、これ使ったら違うね。うん、違う、全然違う、うん。ということで、これ成功でした。ごちそうさまね。はい、ごちそうさまで。え、なんでですか？なんでですか、この子。そうね、コーヒーの味は、お茶はわかるけど。はい。けど、まあ、匂いに誘われました。わ、うん、かりました。ええ匂い、確かに、あのコーヒー。今日のちょっとひととき、はい、今から作ります。ご飯は炊くようにしなさいね。おい。